はい、ということで Day 2ミニワン模擬レースレグ2が始まりますと、今回は、1日目と同じ逆グリッドでの決勝となります。さあスタートしました。まずは1番グリッド陽太選手、2番手一世、3番手二川田選手、4番手マサヤ、5番手タクマといった順でスタートしました。陽太選手は 17.5 ターンモーターを使用しておりますので、ストレートでは少し不利だと思いますが、コーナーで頑張って差を離していきたいところであります。2番手一世は、ですね、陽太選手が 17.5 なのでストレートはね握れないので、なんとかして、おっとちょっとここは回ってしまったか、一世が最後尾に交代してしまった。ここで2番手に川田選手が上がる。さあマサヤが川田選手に仕掛け始めました。さあそれから続きますタクマ一世なんですがちょっとマサヤを押し出してしまいましてですね、一世に前を行かれてしまいました。さあまず川田選手が、陽太選手にだんだんと近づいていっております。 13.5 ターンモーターですので、ストレートではかなり追いついてしまうということでですね、陽太選手頑張ってブロックしてほしいところであります。後ろから、川田選手がかなりの勢いで迫ってきます。黄色イエロー同士すごい熱いバトルを繰り広げられております。後ろから、マサヤがだんだんと近づいてきましたね。3台とも近づいてきたのかなといったところでしょうか。5台が並んで今一斉にコーナーを駆け抜けていきます。さあ右の最終セクション 17.5 はそうですね、やはり 17.5 は厳しいか、 13.5 にかなり煽られてしまいます。コーナーでは、ほぼ同等に走行できているんですが、おっとカート選手すごく大接近、一斉が少し、こけてしまいました。ここでちょっと交代、おっと順位が入れ替わりましたね。ここでカート選手が1番に浮上、陽太選手少しのミスを川田選手に捉えられてしまったか。さあ川田選手は独走状態に入ろうとしています。さあマサヤ、タクマ、一世と陽太選手に一気に仕掛けます。マサヤも外側から仕掛けようと、さあ様子を伺っております。モディファイモーターですね、 4.5 ターンですので、もうかなりの差ですよね。 17.5 と 4.5 ってかなり差がでかいので、ストレートではね 17.5 はかなり厳しいと思います。おっと一気に、さあおっと一斉に押し出されてしまいました。そしてマサヤが、陽太選手に今のうちに仕掛けようといったところでしょうか。さあ川田選手はもうそうですね、ストレート1本分、約ストレート1本分の差を広げております。さあマサヤも仕掛けるんですが、懸命仕掛けるんですが、陽太選手もねミスが少ないです。全く隙を見せません。あ、隙があるとすればストレートぐらいでしょうか、外側からいけるかといったところでしょうけれども、このね、幅ではちょっと仕掛けるのはきついかなといったところでしょうか。マサヤがストレートで左右に車を振りながら陽太選手にプレッシャーをかけていく。さあちょっとマサヤがミスをしてしまったか、陽太選手が少し引き離す形、川田選手はもうさらに差を広げております。もうストレート1本分じゃ足りません、もうさらに差を広げております。独走状態、あとはミスしなければこのまま優勝といった感じでしょうか。さあレースも残り少なくなってきました。ここから仕掛けないと陽太選手とマサヤが、このままね、バトルをして、まあね、ちょっと絡んでくれたらなとか思ってたんですけど、まあそういうようなことはね、まあ、この動画でしか言わないんですけどね、まあ、抜くスペースがないですよね、まず、はい、マサヤと陽太選手が絡んだ隙に行こうとしてたんですけど、まあ、これはもう無理だなと思いましてですね、マサヤをまずかわさなきゃいけないということを僕は気づいてしまいましてですね、後ろから一斉もめちゃめちゃ来るし、まあ、とりあえずもう僕も攻めに専念してるって感じですかね。まあ、少しマサヤが陽太選手に仕掛けてミスがあれば僕がインを刺して、その後まあ陽太選手にまあ抜けるかどうか分かんないんですけど、まあ、ちょっと仕掛けようかなといった作戦でしたね。さあもう川田選手はほぼほぼ周回遅れ、頑張ればいけるかなといったところでしょうか。さあ残り30秒、おっとここで一斉と拓磨が接触、さあ自分ボディ巻き込んでしまった。ここで勝利への権利はなくなってしまう。さあ2位か。さあマサヤが最後の仕掛けに入ります。さあもう一周入れるかどうか微妙なところ、
マサヤがストレートから仕掛ける、アウト側から仕掛けるが、ヨーダ選手も引きません。さあ、あと一周いけるかどうか、ギリギリ。ストレートでここでは仕掛けられない。これでファイナルラップに入った。さあ、マサヤ、ここでラストラップに入って、ヨーダ選手とのバトル、一気に差を縮めてきて、ストレートで抜けるかどうか、ここでゴール。さあ、結果を見ていきましょう。でですね、まず2回目川田さんに取られちゃいまして、でマサヤがヨーダさんにね、すっごい2番手争い仕掛けてたんですけど、まあ、抜けなかった。直線でめっちゃ仕掛けてたんですよ、まあ、めちゃめちゃ抜けなかったです。どうでしたか、 17.5 と戦うのは。ストレートがやっぱ抜きどころかなって思ったんですけどやっぱ抜けませんでした。コーナーもね、やっぱちょっと 17.5 早かったので、コーナーでもまあちょっと無理だったかなって思います、ね、さあ3回目頑張るしかなくなりました。まさや